合羽延長グッズ第3弾販売開始のお知らせです。本日20日、21時より開始になりまして、12月4日終了となっておりますので、内容は、パーカー、エコバッグ、21年、メモ帳型カレンダー、特典動画となっておりますので、ぜひこの機会に、よろしくどうぞ。はい、カバージブロカッパンジョーです。じゃあ、今度はね、日本の、ミス・ユニバース・ジャパン、コンテストあるじゃないですか。まあ、ミスコンですよね。ここで、まあ、ここが舞台で、まあ、日本で、黒人が活躍し始めたぞと。まあ、なんかアメリカ人たちが大喜びっていう、そういうお話ですかね。まあ、なんかアメリカとは違うね、みたいな。そんな話らしいんですけども、これニュース見た方いらっしゃいますかね。まあ動画があるんで、もし興味ある人は見てみてもいいと思いますけども、ミス・ユニバース・ジャパンでの、黒人ハーフの優勝の人、ね、この黒人ハーフの方が優勝した、これをまあ紹介している人の動画なんですけどもね。まあそれが世界で話題になっていたと。2015年、黒人ハーフが初めて優勝してから2020年には上位2名が黒人ハーフという結果になり、日本がより多様化している兆候ではないか、動画ではそういうふうに語られてるんですが、ざっくりとこの内容なんですが、ミス・ユニバース・ジャパンの優勝者が黒人ハーフの人だったと。しかも準優勝も黒人ハーフの方だったと。優勝のアイーシャ・ハルミ・栃木は、栃木ってこれ栃木県から選出されたってこと？名前ではないよね、多分ね。は、ガーナ、準優勝のライム・カミナシはナイジェリア。黒人ハーフが優勝するのはこれで2度目。2015年、のアリアナ・宮本がハーフとしても初だった。それだけでなく上位5人すべてが、要は混血ミックスだったと。ジョージ・フロイドでも、今年起こったことを振り返ると黒人にとって勝利の年だったと言える、トレンドだと思って便乗している人も多いからそれによって議論が盛んに行われている、できればこのトレンドが今後何十年にもわたって続くことを願う、この動画を作ってる、ね管理人の人も黒人の人なんですよね。でミス・ユニバースカナダとアメリカも黒人だった、今年のミス・ユニバースはいつもよりメラニンが若干多いようだ。ようやく黒人が認められてきたのかも、そして日本では2人日本がより人種的にプログレッシブになっているからだと思う、それともただのトレンドなのか、という内容なんですよね。さて、じゃあこの動画を見た世界中の人たちの反応がこんな感じ。まず最初、オープンで客観的でいてくれる日本のおかげだね。これは関係する誰にとってもソーシャルで、ソールシャルって何これ？ソーシャルとは違うのかな勝利だよ。次の人、正直、人種平等に関して、より誠実な日本人を尊敬している。母国の人が聞いたらブチ切れそうなコメントですな。で、次の人、優勝者はすごく美人だね。彼女の美しさは日本人にとって誇らしいものになるよ。次の人、ライムがアメリカ人の妹に似てるから不思議だ。文化や言葉的には日本人だから。彼女を見てると同時に2つのことを予想して脳が避けてくる。次の人、黒人系アメリカ人の 30% はミックスだからね。で、次の人、日本に住む黒人だから日本人と黒人のハーフが勝っているのは嬉しい。おめでとう。次の人は、彼らはナイジェリア系日本人とガーナ系日本人だから黒人ハーフと呼ぶのやめようよ。ああ、そういうことか。で、次の人、黒人女性は美人だから世界中の憧れの的なんだね。まあいいでしょう。で、次の人、テニスにおいて日本をマップに載せた大坂なおみについても触れるべきだよ。できれば触れてほしくなかったんだけどな、めっちゃかっこいい女性でもあるしね。いつか君が彼女にインタビューできるといいな。で、次が日本に移住してしまいそうだよ。次の人が日本に移住するのは簡単じゃないけどね、日本語は簡単に覚えられる言語じゃないしね。次の人、おめでとう、宮本さん優勝したときはみんなめっちゃ失礼なこと言ってたの覚えてる、近隣国も追従してミックスが一般的になるといいな。次の人、黒人は人種じゃないと言ってるでしょ。正しい心の持ち主だけがこの言葉の意味を理解できる。君たちにもいつかわかるかもね。次の人、当然だよ、黒人とアジア人はすごく強力なミックスだから。次の人、確かに、大学時代に日本人と黒人のミックスのルームメイトいたけど忘れられないぐらい美人になっているよ。頭からつま先まで何もかもね、おしとやかで明るい性格をしていた。次の人、疑わしいね。世界一のレーシストのメッカであるアメリカの人間からするとただのポリコレに見える。冷静ですね。日本人は単に流行に乗っかってるだけでしょ。かなり昔にこういう流行を経験しているし。で、次の人、は、日本人は近隣国に比べれば黒人に対してレーシストではないよ。で、次の人は、それでも日本人は黒人のフレンドでもないけどね。中国や母国みたいに堂々と嫌うことはないけど、日本人は黒人が大好きだとも誤解しないようにしないといけない。で、次の人は、アルトライトなウィアブーたちは日本は保守的な国だと言うけど現実の日本は多様性や黒人を受け入れ始めてるのが興味深いね。次の人、日本で生まれた人たちが多様性を恐れないことを願うよ。俺もミックスだから信じてほしい。で、次の人、このミスなんちゃらには全く興味ないし、この大会が一般的な美や多様性に対する見方に影響するとは思えないけど、その通りですね。関係ないですね。マーケティングトレンドの部分は大きいと思うな。来年どうなるか見ていればわかるよ。いずれにせよおめでとう。まあこういう冷静なコメントはまあちょっと安心できますよね。次の人、白人の罪悪感ならぬアジア人の罪悪感以外の何者でもないよ。アジア人の罪悪感？来年には元に戻って誰も肌の色なんて気にもしてないよ。評価基準で優勝すべきであって、審判がポリコレたり、批判に屈したりしないから男だろうが女だろうが、メラニンが多かろうが少なかろうが、神は分け隔ててなんかいないんだよ。で、次の人、なんで日本人が罪悪感を感じる必要があるの？黒人を奴隷にもしていないのに、彼らが日本のトップ2だと思ったのかもしれないよ。で、次の人、なんで日本人が罪悪感を持つの？君の前提だと中国人ハーフや母国人ハーフが優勝していることになるよね。で、次の人、優勝者は美人だね。東アジアは、ブラジリアンかん？東アジアでブラジル関係あるのかなが進出しているね。今度は中国と母国だ。なんでアフリカ人の名字使わないの？次の人は日本語を母語にする人たちには外国人の名前を発音するのが難しいからだよ。特に L と R を含むものはほぼ不可能だね。変わった音の名前を持つ子供に困惑するから日本人名を選ぶ親が多い。それに偶然だけどアフリカ系アメリカ人からしたら奴隷の名前を受け継がないことに全く抵抗はないね。でもアメリカ側のパスポートには奴隷の名前が刻まれることになるけどね。奴隷の名前って随分な言い草ですね。次の人、ようやく多文化と、多国籍が愛されてきたとして、嬉しいよ。一つになってきた人類の勝利でもあるね。ね、次の人、何か怪しいよね。誰が審査員買収したのやら。うん、これもあると思いますよ。次の人は部分的に日本人であることが関係あるのかというと当然ながら 50% はイエスだよ。この女性たちをブラッククイーンと呼ぶことこそレーシストであり侮辱だよと。まあこんなことがあったらしいんですけどもね。単純にこれもう逆に日本人に対する日本人差別の結果じゃないのこれ。もうなんかこうなったら全員黒人でやればって思っちゃいますけどね。だってまあこういう言い方もちょっとね、まあ、古臭いし何は節なのかもしれないですけど、純日本人が一人もいない、ね、これはもう逆差別なんじゃないの？まあなんだろう、ミスコンもね、この、なんていうのかな、このアファーマティブアクションみたいなの導入なのかと、その結果なのかと、だったらもう日本代表である必要すらないんじゃないの？こんな結果。まあコメントにもね、出てましたけど、もう完全にただのポリコレショーじゃないですか。ね。多様化とか多文化とかそんなの全然違う話でしょ。なんかこうね、間違いなく日本国民の総意ではないですよね、こんなものは。いかにもなんていうか国際向けっていうかね。でもこの欧米の多様化、のこの内面というか実態がね、だんだん分かってきましたよね。このなんかBLM もそうだしさ。今年なんかもう、その欧米のいろんな部分、いろんななんかこのダークな部分っていうのかな。そういう部分がね、本性というか実態というか。だからまあこれなんかもそうですよ。ああ、そっかなるほど、こういう感じなのかって。そういう意味で興味深いと思いますけどね。ね、例えばこれ落選させたら差別だって騒ぐような人たちが絡んでくるわけでしょ。なんでさ、これね、もうポリコレ補正のイカ様ですけどね、日本人差別、もろ日本人差別ですよね。ていうかそもそもだって、このミスコンそのものにはね、何も言わないのがもうダブスタじゃないですか。完全に。ね。で、こう、純日本人とかね、白人なんかが選ばれれば差別だと騒いでたんでしょ、どうせ。まあちなみにこのなんだろうな、要はこれって黒人ハーフで1回ミスユニバース取ったからでしょね。2匹目の土壌を狙ってるっていう、ただそれだけですよね。うん、これぞね、もうマジでガチの忖度そのものじゃないですか。いらないですよね、こんなの。気持ち悪いですよ、普通に。うん。だからまあ、ちょっと乱暴な言い方させてもらいますけど、まあ、多分分かりやすいと思いますけど、この差別がーとか騒ぎながらね、美人かどうかで優劣つけてるアホ。うん。そんな風にしか見えて取れませんけどもね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。